髪型、かわいい髪型してるね。自分の癖っ気癖っ気なんですよ、カーリーヘアなんですよ。かわいいじゃないのよ。細くてですね、くる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 こう巻いてね、もう収拾つかないんですけど。でもさ、あの俺絵描くからさ、ああいう髪ってすごい絵なのにね、大変だけどね。あの上手な人なんかさ、本当あの毛一本一本描くしかないね。毛一本ですか。最近そういう絵が結構流行ってるっていうか、で写真撮ればいいじゃんっていうのを写真のように描くっていう。そうなんですね。でまあみんな脚光浴びるよね。だけど俺もそんなの描いてみたけど、はい、あそうそう描いたんだよね。それはね、それはなんかこうデジタルとかじゃなくて、ガこう写材を使ってる。筆で。もともと僕あれだもん、あの多摩美術大学だから。あ、ですか、すげえ。そう、そういう系も描いたことあるの、はい、本当に写真っぽくすごい、で写真じゃないですか。手で描いたんです。それ色鉛筆です。あ、まあ、確かに、この犬も、あ犬もですか。犬もそうです。おー、系ですよね。うん、系だいたい写真で撮ったらこういう構図ってにはならないからですね。そうなんですよ。それでそれ人にその子供にちょうどね、まあ、そこでカットしたんだけど、こうやってんだよ奥さんが。ああなるほどなるほど。しかもよく見たら台にこのこうやって足つけさせてこう取ってんのね。ああなるほど。でもそう見えなかったからこう書いたら、親父これ生首、犬の生首をこう手でこうやって。そうですね。だってでもまあ物理的にはありえるのかな、こう首の後ろからこう顔を出してるんですね。まあね、背中からですね。いやだけどさ、そんなこと俺も考えんでもいなくて、ダメだよこんなマジサイコパスの絵だからっつって、それでまあなるべくその分かんないように切り取ったのね。あ、原画はもっとこうここまで描いてる。ああなるほど。明らかにおかしいよね。すごい感じ。そうですね。で、まあこれはまあ絵的にこの技術的には自分はうまくいったと思ってたんだけど。今それでボツで、でやり直して、書き直してですね。まあでも偉いよ、偉い偉い。で、まあこう、これでまあ一応セーブ、ゴールです。おお、ちょっと待ってください。これは自撮り風になってるんですけどね。そうなんです。こういう感じで撮ってるわけですね。そうなんですよね。忠実に書くしかないと思ったもん。はー。こういうのって、あの、書いてる工程の動画とかをたまに見るんですけど、あ、そうそう、あるね。肌色を肌色として書かないじゃないですか。あ、そうなんだ。で、結果的に肌色に見えるようにこう色を重ねていくでしょ。あ、最初は何、黄色とか塗ってんの。いや、最初はですね、緑とかから始まるんですよ。あ、なんで、なんでみたいな。それね、あの、毛細じゃなくて、あの、静脈を意味してる。あ、それね、昔からの古典技法なんですよ。そうなんですか。あの中世のもうあの頃からやっぱり油絵の技法がだんだん発展してるでしょ、うん、その時にいろんな画家たちがやっぱり人間の肌を、しかもその油絵の具っていうのは500年残るだろうって想定の絵でやってるんです。なるほどなるほど。そうするとね、テールベルトっていうその緑色を塗って、うん、その上に肌色、まあホワイトとか肌色重ねていくと、うん、500年の間にそのテールベルトが、あ、緑が染み出てくるっていうことを計算してですか。でそれがまさに我々で言うと静脈がこう中に通ってるつけてるような感じですよ。あ、それで油絵だと思うよ、その動画は。あ、まだ油ですね。油絵だと思う。あの、はい、我々こんな色鉛筆系はさとか、そんなのはその染みてくるってことはないから、もう本当に肌色覚悟ですよ。あ、それはね、相当絵をなんだね。古典技法を知ってる人だ。あのプロの方なんですけどね、最近プロの方が小学校で使う画材を使って、絵を描くっていう、いかにやってるんですけど、超絶技法を出すかっていう。あ、そういうことなんですか。そうなんです。それね、僕らも美術学校時代学んだことあるね。あ、どうもどうも。どうも、はじめまして。はい、どうもどうも。たまにはお話を聞いておりまして、なかなかあの時間がなかったりするんで、うん、ね、大変ですよ、お子さんね、2人、お騒がせして、うち4人だったからね。僕はあんまりあの
んまりその面倒くさい子育てはしたんだけど美味しいとこだけどどっか遊びに行くぞとかそっちだけは、ね、やってきたけどお父さんってですね。ねいやもう息子さんも社長さんとかされてましたよね。確かそうそう、うん、だから一番一家中で一番時間がフリーな人だまたなんか子供たちを見送ってましたからね行ってこいとか言って、うん、で帰ってくるともうあのおかえりって感じの当時まだ会社自宅だったからね、うん、いい思い出ですよ本当に。あのよく言うさあの一生分の親孝行を3歳とかさまあ言うて小学校入学1年生ぐらいまでに子供はやっちゃうんだっていう。ああなんか聞いたことあります、うん、なんか子供は一番可愛いとこですからね、うん、ね子供はその親孝行をどうやってしたらいいかっていうふうに考えるんだろうけど親目線からするともう3歳まで生きてくれたらもうそれで親孝行は終了だっていう、うん、一生分を一生分してくれてるいやお母さんは大変だけどさでも振り返ってみると一番やっぱり楽しかった時だと思うんだよね。小学校ね3年ぐらいまではセーフですよ。でだん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 なんとなくねあの離れてっちゃうんだよね。僕らから僕らそれが健全なんでしょうね。ですよいつまでもねこうベタベタできないけど、うん、でも寂しかったですね。寂しいですね。あの俺は遊びたいわけまだ土日とかどっか行かないとか、ねそうですね、もう別にいいとかねおい遊んでくれよ俺と変わってくれよとどっか一緒に来ようみたいな。もうほんと長野市界は行かないとこないくらい周り歩いて、もうだって行くとこないじゃんとか言われて。キャンプとかされました？やったやった。本当ですか？一通りやった。だけど神さんがめっちゃ貴重面な人で、なんつうかそのキャンプに行っても家庭と同じようなこの美しさを追求するキャンプなのもうねストレスもうストレスだザバッとやりましょうよっていうことはできない人で、それで結局かみさんとはもう二度ともうキャンプ行かないかと。で子供たちだけは一緒に行ってね。まあ成人と並んでると気持ちいいですけどね。あの、うん、キャンプ、まあ、そういう系の人もいますよね。キャンプ行ってもこうピシッと、ね、いやねもうダメです。もう片付けられるダメなんだよね。そうですね。もうせっかくわかったせっかくのキャンプ来てんだからさ、うん、その辺の話虫がしかも嫌いだから。あだからあなたたちはキャンプやってもいいけど近くでホテル取って自分は部屋で泊まるみたいなことを言い出すから、あもうあかん。この人はもう無理。そうですね。でも子供たち4人は結局俺寄りになってったね。あ、うん、もう割と悪くなる。やっぱこう対比して見ててどっちが楽しそうかっていうのは分かるんですよね。まあまあまあそうだね。うん、まあ根っからの遺伝子もあると思うけどね。俺寄りの遺伝子だったそうなんです。貴重面なやつとキャンプ行くと本当に切なかったな。でも子供たちやっぱりね同じことを踏襲するね。自分たちもやっぱりキャンプ始めたりとか、うん、山登りとか、まあ、いろんなことやったからね。山登りも やっぱやってるね。あと空手も連れてったから、うん、キックボクシングになったりとか、うん、やっぱこう追随してくるんですよね。血が争えないですね。でもなんかちょっとほのかに嬉しいわけよ。おお同じルートカメちゃんるなぁ間違ってるけどいいのかお前みたいな結果こうなっちゃったんだけどみたいな。いいのか俺を超えていけよみたいな。いやでも女の子ちゃん2人ってやっぱもうベラ可愛いよね。男からするとまああの部屋はこう明るくなりますよね。あの暖色系のものが冷えるので、ね、ピンクとか暖色系のものが増えるので明るくなる。そういう観点そういう目線で、ね、男の子だったら青とかじゃないです、まあね、黒とかじゃないです。今でもそれあんまり言ってるとほらジェンダーなんとかで、ね、そうなんです怒られちゃうんですよ。そうなんです。女の子はピンクだとかさ、お前は男らしくなんて言うともうピク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 って視線が生きにくい時代。でも俺たちなんか時代の異物ですよ。もうです、ね、男は男らしくみたいな。なんだみたいな。なんだそれって逆に言われちゃうんだよね。うん、何が男らしさよと。何を定義をして男らしさよってこうとっとっとと来ちゃうからね。ワインさんいただきます。どうぞ。ありがとうございます。いやあのご主人すごい頭の回転いい人だよね。